今回は地方移住に関する多分役に立つ雑学をまとめてみたよ。もう働く必要がない人で年中暖かい気候でゆったり過ごしたいなら、沖縄県か宮崎県がおすすめ。バイクでドライブしたり、良い景色を見てゆったり余生を過ごすなら、山梨県か熊本県がおすすめ。一年中涼しくてある程度の雪なら耐えられるという人は、長野県の軽井沢市または長野県の御代田町がおすすめ。一年中涼しくて雪も少なめで海で遊びたいという人は、千葉県の勝浦市付近がおすすめ。夏場に涼しい場所に住むということを検討するなら、標高が100メートル上昇するごとに気温が約 0.65 度下がるということを覚えておくとよい。標高が高い地域は一年中涼しい傾向があるが、坂道がめちゃくちゃ多いので車がないとかなりしんどい。自然と雪が大好きで光熱費も気にしないという人は、北海道の札幌市、函館市、旭川市がおすすめ。ということで今回は地方移住を検討するときに多分役に立つ雑学をまとめてみたよ。役に立ったと思ってくれた人はいいね、チャンネル登録よろしくなのだ。ではまたね。